皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回はモーリーファンタジーじゃないゲームセンターのクレーンゲームでゲットした景品をご紹介していきます。イエーイ。以前はぬいぐるみ系をご紹介したんですけど、今回は皆さんの大好きなスクイーズ系をご紹介していきます。それではご紹介していきます。まず一つ目はこちらのパフェかわかんないんですけど、パフェかソフトクリームが乗っているジュースかなんですけど、こちらです。こちらは柄がね違うのもあったんですけど、白とピンクの方が私は好きだったのでこちらにしました。ここにねストローが黄色がついてて、ストローがついてて本物みたいで可愛いです。全体はこんな感じです。下も上もこんな感じです。なんかシロップみたいなのがかかっていて可愛いです。触ってみます。おすごく低反発で、とこの白いところコップがすごく低反発で、この上はちょっとボコボコだからかな、わかんないんですけど、ちょっとこっちコップよりかは低反発ではないです。でもまあ低反発ですね。結構ねいいです。ストローのところもちゃんとスポンジになってて気持ちいいです。こんな感じでした。次は私がずーっと欲しかったこちらです。ででん、こちらうまい棒スクイーズです。あーこれ嬉しかった。そう、じゃあそれでは開けてみましょう。なんですけど、コンポタージュとサラミ味のうまい棒、本物のうまい棒もありますので、そちらも一緒に比較してみましょう。それでは開けていきます。本物のうまい棒とこのスクイーズのうまい棒の違いを見ていきます。じゃあまずはスクイーズの方から見ていきます。スクイーズはこんな感じの柄で、こんな感じですね。まあこんな感じ、まあこんな感じです。なんか裏にちゃんと本製品は食べ物ではありませんと書いてありますね。はい、こちらがスクイーズのうまい棒、そしてこちらが本物のうまい棒、比較してみるとこんな感じです。ちょっとだけなんかこうやってみるとちょっと袋が大きいかなって感じですね、スクイーズの方は。で裏はこんな感じですごい似てますね。でもここの柄のうまい棒のこの本物はうまい棒って書いてあるんですけど、こちらあの棒が書いてません。まあその棒だけで私は気づいたんですけど、他にぜひ皆さんもこれ見て、あここ違うよって思ったらあのコメントによろしくお願いします。本当にわかんないんですよね。こんな感じでコンボタージャージもこんな感じ、同じですね。色も本当全部すごいね、クオリティ高い。それでは開けていきましょう。まずはサラミ味から開けていきます。せーの、ふいっ、あーすごい、本当にクオリティ高くて、ちゃんと糊みたいなものもちゃんと柄についてていいですね。で、ここのキーホルダーのところにちゃんとサラミって書いてあります。それでは全体はねもう変わんなくて、ここにね穴が開いてるんですよ。まあここまでなんですけど、こんな感じです。触ってみると、うー結構低反発で気持ちいいです。ここがあの空洞になってるわけじゃなくて、ちょっとだけ入れられて、ま中はちょっと埋められてる感じです。すごく低反発で気持ちいいです。おー、匂いはしません。あのうまい棒の匂いとかでも何でもありません。すごく低反発で気持ちいいです。次はたこ焼き味開けていきます。せーの、ほうー、こちら本当に柄超クオリティ高くて、こんな感じです。本物みたい。でここにもたこ焼きって書いてあります。こちらもねさっきと同じでこうやって空洞にはなってますよね。触ってみます。あれ、なんかサラミ味よりもなんか低反発な気がする。気持ちいいですね。いや高反発と思ってました。私たこ焼き味でした。次に開けていきます。せーの、ほい、おーすごい、おいしそう。
ことでうまい棒を食べよう。でこんな感じでこちらにもまたチーズって書いてありますね。前提もこんな感じで穴もねこんな感じですね。それでは触ってみます。あーて反発チーズ味でした。次明太子味開けていきます。せーの、おい、おー、すごいクオリティがすごく高いです。こちらも明太子味。あ、そうだ、今気づいたんですけど、うまい棒の違う味によってこのチェーンの色が違うんですよね。こんな感じでね、クオリティが高い全部。はい、ラスト、私の大好きコーンポタージュ味開けていきます。せーの、ふい、おー、あーあー食べたいこんな感じです。コーンポタージュって書いてあります。さっきのね、触り心地は同じです。全部、ちなみに本物はこちらです。はい、こちらはスクイーズです。いやー、もうこっち食べちゃうよ。皆さん、こちらあのうまい棒とか買った時は気をつけてください。これ持ってたら気をつけてね。あとで味わって食べます。はい、以上です。はい、全部並べてみました。こんな感じです。柄もね、ちゃんとしっかりしてて違うんですよ。たこ焼き味とか、あとは明太子味とか、すごいね、クオリティが高かったです。そしてこう見るとですね、チェーンが味によって色が変わってます。こんな感じで、チェーンが味によって色が変わって、チーズ味だったら青、サラミ味だったら黄色、明太子味だったら紫、コンポタージュ味だったら緑、たこ焼き味だったら赤という風になっております。すごいですね、そんな色分けするとは思いませんでした。はい、ということで今回はモーリーファンタジーじゃないゲームセンターのクレーンゲームの景品をご紹介しました。このうまい棒、なんとあと1種類だったんですよ。緑色のサラダ味だけ取れなかったんですよ。またリベンジします。本当に欲しい。でも2個取りから3個取りもできたので良かったです。そしてこちらすごく低反発だったので良かったです。前回の動画は人形系のご紹介していたので、その人形系見てない方は見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。あー食べちゃダメ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。